ザンクトレオンイコールロート。ザンクトレオンイコールロートは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。ザンクトレオンイコールロートは、オーバーライン地交代に属すクライヒバッハ渓谷内、ハイデルベルクの南約 18km に位置する。この町は、ラインイコールネッカー大都市圏の一部をなす。 ザンクトレオンイコールロートが位置するライン川沿いの定地はライン砂岸側をボージュ山脈とプファルツの森の一部であるハールと右岸側をシュバルツバルトとオーデンバルトに挟まれいる。これらに両岸を守られた南北3 0 0トル、幅4 0トルの日当たりの良い地高帯は地球活動の恩恵を授かったと言える。 強い風から守られている位置にあることが年間の平均気温摂氏10.3度というドイツとしては穏やかな気候の原因である。これはドイツ全体の年間平均気温よりも摂氏1.2度高い。春になるとこの地域には桜、桃、アーモンド、プラムの花が咲き誇る。ゆるい砂地と湿度と春の暖かさはアスパラガスやタバコなど 摂氏20度から摂氏25度の気温と適度な土の湿り気を必要とする作物の栽培に最適である。豊穣な黄土質の土地、特にベルクシュトラーセ周辺では春から秋まで収穫期が続く。レタスや人参といった野菜、様々なベリーや果実が収穫され、ハイデルベルクイコールハントシュースハイムの市場から世界中に出荷されている。 ザンクトレオンイコールロートに隣接する市町村を時計回りに列記する。北部はライリンゲン、バルドルフ、ビースラフホと境を接する。東はザンクトレオンイコールロートの田んぼ越しにラウエンベルクとマルシュが接する。南東部はザンクトレオンイコールロート町内の森越しにバートシェーンボルンのミンゴルスハイムクと接し、南にはクローナウとバクホイゼルが位置する。 南東から南にかけて接する三つの自治体はいずれもカールスルーエ軍に属す。西側は記述のバクホイゼルとライリンゲンが軍境を挟んで並ぶ。ザンクトレオンイコールロートはライインイコールネッカー軍の南端に位置している。かつては独立した市町村であったロートとザンクトレオンが1974年1月1日に合併して一つの自治体ザンクトレオンイコールロートが 成立した。ロートとザンクトレオンの二つの集落の真ん中に、新しい中心街を創設し、両集落を融合させようという計画が、遂行されている。この計画に基づいて、蔡司センターハレス、公民館、町役場の他に、プロテスタント協会の組織センターや三つの、ショッピングマーケットが作られている。2007年、ザンクトレオンイコールロート私立義ムナジウムが、 新しい校舎を作り、開校した。養護施設や介護付き老人ホームを備えた、高齢者センターも2007年4月にオープンした。ザンクトレオンイコールロートは1974年に、独立した自治体であったロートとザンクトレオンが合併して、成立した。しかし、もっと昔、14世紀の終わりに街道が村を分離して2つの村になるまでは、両者は一つの村として存在していた。 853年に、ザンクトレオンという名の司教区三次会、守護聖人を大教皇レオ一世とするが、記録されている。同盟の村の存在は1157年のシュパヤー、司教、ギュンターの購入証明書に、初めて記録されいる。守護聖人の名前に継続性があることは、この三次会と村との何らかのつながりを示唆している。教皇レオ九世が教会を、 ザンクトレオンに混流したという伝承があるが、これは証明されていない。この伝承は、アルプスの北には、珍しいセ霊を守護聖人とする村の存在を説明するためのものと考えられる。ロートの存在に関する最小の記録は1284年である。ザンクトレオンとロートの分離に関しては、1397年にロートが独自の村長を立てた記録があり、 1476年には、ロートの教会が教区教会に昇格されている。明確に分離が記録されているのは1582年で、ある。30年戦争で人口はひどく減少した。その後、再び増加したものの、住民は極貧状態であった。これによりハンガリーやアメリカへの移住が行われた。18世紀の初めから、 タバコの栽培が主要産業となった。19世紀中頃からはホップがこれに変わった。1960年代の中頃まで、主に農業生産が中心の町であった。収穫の大部分は動物の飼料、穀物、ジャガイモのほか、主にタバコ、アスパラガス、ブドウからなっていた。その後、工場からの収入が増加し、これらの農作物は再びその経済上の 重要性を失いった。この世紀に周辺地域に設けられた工業地はアスパラガス栽培と共存しながら所得状況や生活環境の向上をもたらした。周辺地域、特にハイデルベルクやビースロッフフの構造変化は伝統的農業を徐々に圧迫していった。ハイドルバーガードルックマシナン AG や SAPAG、KS グレイトラガー GMBH といった 大企業や中小企業が住民の職場となった。1974年の市町村再編で二つの村はかつてそうであったように一つに合併した。合併の少し前から合併後はさらに盛んに社会資本の整備がなされた。学校、プール、レクリエーション施設、保養施設が設けられた。ザンクトレオナーゼの保養施設や80年代半ばに 建造された災事センター、ハレスは特筆に値する。また、この頃には快適で魅力的な住宅地が造成された。重要なステップはゴルフ場開発であった。住民の多く2007年現在63.71%はローマカトリックの信者でプロテスタントは少数派2007年現在14.39%である。 残る2727 27人、2007年現在、21.90%は、さらに少数の宗教団体に属す。ザンクトレオンもロートも、それぞれ独自の教会を持っている。どちらの村もそれぞれの中央に、カトリック教会堂を有していた。ザンクトレオンの教会は、大教皇レオ一世にちなんで、ザンクトレオデアグロスと名付けられている。一方、ロートの教会は、 聖人マウリティウスの名を冠している。この司祭区とバルドルフ司祭区は2006年1月に合同の司祭区となり、2006年11月に新しい司祭区として合併した。プロテスタント教会も長年の念願であった教会堂を持つことができた。すべての工事を完了した後、2003年3月29日から30日にキリスト教会の剣道式が行われた。 教会と牧師館は、ザンクトレオンイコール、ロートの新しい中心地、ザンクトレオンとロートの中間に建造された、教会の周辺には、祭事、センター、ハレス、公民館、町役場、ザンクトレオンイコールロート高齢者センター、ザンクトレオンイコールロート私立義ムナジウムが、立ち並んでいる。州政府の主導により、1974年の市町村再編により、 大規模な自治体の統廃合がなされた。ザンクトレオンとロートもこの動きに組み込まれた。最初の住民投票では、両長の住民は合併を拒絶した。州政府からの最後の通告がなされた後、1973年6月24日に行われた2度目の住民投票では、ロートで88%、ザンクトレオンで90%の住民が投票を行い、 ロートでは50%、ザンクトレオンでは45%の住民が合併に賛成した。これを受けた領町の議会は合併に賛成10、反対に危険1の結果となった。これに基づき合併が行われ、1974年1月1日に発行した。出典、ザンクトレオンイコールロート住民記録2004及びバーデンイコール、 ビュルテンベルク州統計局。人口には、届け出義務のない人も含まれている。その人数は750から800人程度である。ザンクトレオンイコール、ロートの議会は、直接選挙で選出される23人で構成される。22人の議員と主張である。ザンクトレオンイコール、ロートの文章は、左右に分割。向かって、左は青字に、強硬の見栄間。 金色の王冠装飾が銀の三重冠を取り巻いている。向かって右は金字、あるいは黄色地に曲がった葉を持つ鎌。三重冠は千四十九年に教皇レオ旧姓が教会を聖レオに捧げたという千八百年の年代記に由来する。鎌は館上の入植地であったロートを意味している。この町の紋章は現在の二地区の紋章を組み合わせたものである。 シュパイアー市教料に属したことは、教皇の見重間で象徴させている、ロートのシュパイアー十字は除かれた。また、勢量の肖像を描くことは複雑に過ぎるとの、配慮から断念された。ザンクトレオイコールロートでは、昔からアスパラガスの栽培が盛んである。集中的に栽培されていることから、シュパーゲルゲマインド、アスパラガスの街という呼び名まであり、 バーデンアスパラガス街道という観光街道がこの街を通っている。1962年に当時の町長であった石ドールトーメはフランクフルトに本社を置くメトルゲシルシャフト・ AG の子会社であるコールベンシュミット社をシュテーガーフェルトに誘致した。この時の条件として約77ヘクタールの用地を用意する必要があった。当時の町議会はこれを承諾し、 これが現在の工業団地の基礎となった。長い間この土地は使われないままであったが、1990年に町議会は大きな決定を下した。メトルゲシルシャフと AG 社と共同でこの土地の開発、売却企業を発足させたのである。この試みは成功し、約35ヘクタールの土地と42棟の社宅が売却された。工業団地はさらに拡大されることとなった。 2100万 DM が投資され、堅実で世界的に活動している企業を誘致し、雇用と税収を創設しようとしたのである。1995年に SAP、ドイツがザンクトレオンイコール、ロートの工業団地に社屋を建設した。1996年には印刷、発送、倉庫機能を有する流通センターが設けられた。1998年の初めに SAP は、 ザンクトレオンイコール、ロートの機能を拡充する決定を下した。サービスセンターが建造され、約1100人の雇用が生み出された。町議会は1億 DM を投資して、非常に素早い対応で、工業団地の区画拡充を行った。2000年時点で、ザンクトレオンイコールロート工業団地内の SAP には2000人以上の従業員が働いていた。その後、オフィスビルや、 コンピュータセンターが設けられ、さらに600人の雇用が創出された。最後の区画が整備され、社屋が完成すると、最終的に、ザンクトレオンイコールロート工業団地内の SAP の従業数は4000人を超える。ザンクトレオンイコールロートは、アウトバーン A5 号、フランクフルトカールスルーエセン、NR39 バルドルフ、ビースロフホインターチェンジ、または、 NR-41 クローナウインターチェンジ及び A6 号マンハイムハイルブロン線 NR-32B スロッホラウエンベルクインターチェンジにより広域道路網につながっているさらに連邦道 B3 号線 B39 号線がこれを保管する鉄道ハイルブロンマイナスブルフザールカールスルーエ線には S バーンの停車駅ロートマルシュがあるラインネッカー S ーのに バス路線では、ズットベストドイチャバーキアーズ・オクティ・アングゼルシャフトの702系統及び704系統、共にビースロッホイキベルナー GMBH&COKG の719系統、ロート、マルシュエキ行キや720系統、ハイデルベルクイキが運行している。ザンクトレオンイコールロート私立ギムナジウムのほか、基礎家庭学校、本家庭学校、実業学校がある。 南ベルクシュトラーセ音楽学校と南ベルクシュトラーセ市民大学ザンクトレオンイコールロート文庫がこの町にあり多くのコースを開講している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。